1987年まで読売ジャイアンツ、日本ハムファイターズの本拠地だった後楽園球場。今回は翌1988年から新本拠地となり、現在でも熱戦の舞台である東京ドームと比較します。はじめに後楽園球場から、特徴はホームベースから両翼外野フェンスまでの距離が極端に近いというところ。実測値と言われているもので 87.8m しかありませんでした。そしてそれを補うがごとく、その他の 2.1 メートルより倍以上高い両翼付近 4.7 メートルの外野フェンスです。なお、この動画では屋外球場特有の水はけ勾配を考慮して比較します。水はけ勾配って何？という方は、説明欄に水はけ勾配動画のリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。後楽園球場は勾配データが見つからず、わからなかったので、当チャンネルの知見から 0.4 メートルと想定しました。外野フェンスはそれを考慮し、一律 0.4 メートル低く再現しています。こんな感じです。このフェンスが高くなっているところ、アンラッキーフェンスと呼ばれることもあるようです。中堅までの距離 120.8 メートルは昭和の球場では十分広い部類です。他のチームの新旧本拠地球場比較も作りたいと思っています。チャンネル登録、高評価をいただけると、ムチが入って早くアップできるかと、よろしくお願いします。東京ドームと重ねます。屋内球場は水はけ勾配がないので、外野フェンスもそのままの再現です。両翼の差 12.2 メートルは結構なものです。高いと感じていた後楽園球場の 4.7 メートルフェンスですが、その後に建設されるドーム球場基準と比較すると同等程度と分かります。意外だったのは、中間から中堅よりは後楽園球場の方が広いということ。この動画を作成するにあたり、 YouTube で後楽園球場の試合動画をいくつか見たのですが、サードがジャンクしそうな打球がホームランだったり、レフトとライトの守備位置がとても浅かったりと驚きました。一度ご覧になることをお勧めします。